ス世界から注目を集める。さらにハイセッタ独自のビジュアルも見逃せない。音楽と映像で想像力の限界に誘うアーティスト、ハイパナ。やろうかなと思います。はい、ちょっと超えてからも。Now I introduce Japanese Flash Push Breaker クラブミュージックを主にやってますが、普通クラブミュージックといえばね、レコードとか叫ぶとかに、あのこういう機械をスイッチオンで、もうあとは何もしなくていいで、こうつまみをこんな感じでこういうのをやったりしてるんですけどね、僕たちこんな感じで生でどんどんぶったたいていっちゃうんです。こんな感じであの生で舞台に行くんで、こんな感じであの映像をパパ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 パThank you.
ファナー皆さん大きな拍手をお願いいたします。どうぞこちらの方へお越しください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、ヒカキンさんもね、ここにいらっしゃいますけども、よくこれはどういう工程で、ね、本当のデスマスクですかこれは。そうですね、あの彼の本当にぴったり、なんかいろんなベタベタ貼り付けて作ったものですね、これは。あ、そうですか、はい、そうか。でもいかがでしたか、あのヒカキンさんを題材に、彼のボイスと映像を使って作品に仕上げられたわけですか。いや、すごい楽しかったです。やっぱりあのもうプロのビートボクサーでもあるんで、うん、あのもう出音がもう本当にすごい素晴らしいので。あ、そうですか。あのもう音もいい音が取れたんで、うん、すごい良かったですね。あのすごいリアルですよね、これね。すごいですよ。一応ちょっとつけてみてくださいよ。はい、わかりました。ちょっとこれ持っててもらっていいですか。そうですね。あ、もうそうしたら多分ね、もうでブーンブーンブーンって言ってくださいね、つけたらブブプシプシみたいなやつ。ヒカキーンやばいっすね、これすごいっす。ヒカキンくん、やっぱうまいっすね。そうですか、ありがとうございます。すごいっす、ビュー数半端で、あ、違った。やっぱりこれちょっと声通らないですね、やっぱりね、これ被ってるとね。あ、でもあのいい経験をさせていただきました、はい、で、いいですか、これちょっと、はい、なんかあのヒカキンくんの、はい、チャンネルの方で、はい、これをちゃんとなんかメイキングなりなんか特集がある、あるらしいので、その辺はお楽しみに。じゃあデスマスクってことは、あのヒカキンさんの顔に石膏をこう。そうです、そうです、そうです、ね。で、鼻の穴にストローかなんか入れるんですよね、あれね、確か。なんか、ふんって吹くらしいですよ、ポッポッと。ああ、そうするとこう抜けるという、はい、ことですかね。でもそんなところでメイキングまで、見れちゃうということですけれども、はい、ハイファナーはね、非常に音楽のみならず映像にもものすごく凝ってますけど、 YouTube っていうのは、お二人にとってどんな媒体ですか。そうですね、もちろんあの一お客さんとしても、うん、もうありとあらゆるジャンルのね、もちろんこれ大好きなんですけど、まあ、これの動画なり、まあ、何でも映画なり音楽なり何でも探せる場所でもあるし、うん、自分たちのやってることは、まあ、あんまりたくさんやってる、たくさんの人がやってることではないんだけども、うん、まあ、知ってもらうためにこうアップして宣伝としてはもう本当に重宝しております。ね、そうだよね、だってね、世界中の人にアクセスしてもらえるっていうのは、これはちょっと前か、ね、考えられなかったことですよ ね、 ですね。素晴らしいですよね。今後のちょっと予定を教えていただけますでしょうか。何でしたっけ。31日今月の、はい、YouTube スペース東京で、はい、ハロウィンパーティーをまた配信します。僕らライブやるんで、はい、ぜひチェックしてください。はい、チェックしてください。ちょっと今日はだいぶ短かったんですけども、うん、31日 の、 その YouTube スペース東京のやつは結構長くライブもするのと、はい、あと真鍋大斗くんって最近有名な機械をこういうね、真鍋大斗くん知ってますかね。なんかすごい人ですよね、機械をどう説明したらいいんだけど、まあ、その人とも一緒にもうやるので、コラボレーションでハロウィン企画で、だから僕たちの推してるボタンに対して何か連動する仕掛けがあったりとか、そういうのもあるので、ぜひ皆さん YouTube スペース東京と、あとハイファナチューブも登録して、31日のライブもぜひチェックしてください。真鍋大吾さんってすごい人が登場するということですね。そうですね、多分身長3メーターぐらいの、身長3メートル、はい、そこがすごい見どころです、ね、よくわかりませんが、ハイファナに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それではここに登場していただきましょう。サンフランシスコ出身でありながら日本で活躍するシンガーソングライターのマット・キャブさんです。サンフランシスコ